ダンベとは、ナイジェリアハウサ人の間に伝わる、打撃計画闘技。試合の様子ダンベの伝統は、ハウサ人の肉屋の種族によって守られてきた。その種族は、ハウサ人の母国であるナイジェリアの北部、ニジェールの南部、チャドの南東部を、隅々まで行き来しており、収穫期の村々に立ち寄っては試合を申し込み、村人もそれを、祭りの一環として楽しんでいた。 そのため現在でも儀式や太鼓とともに試合が行われるが、現在は賞金をかけた工業的な試合も行われている。歩幅を広くして腰を低く落とし、左手を高く上げ、右手を腰に構える左手と右手とは、縦と槍に例えられ、左手で防御や牽制をしつつ、右拳で攻撃する。拳には布や縄を巻き、 粘着性の樹脂にガラス片が入ったものに拳を浸すものもいる。左足には鎖を巻き、攻撃、防御の両方に使う。ボクシングに近い形態を取るが、ぴょんぴょん飛び跳ねずに、すり足で移動する。かつては小川と呼ばれるレスリング技術を含んでいたが、現在は分離され純粋に打撃系の格闘技となっている。ダンベの試合は泥を焼いて固めた、試合場で行われる。 競技者は伝統的な腰巻きとお守りを身につけて戦う。体重による暮らすわけはないが、通常対戦する両者はサイズが構成になるように選ばれる。1試合は3ラウンドで成り立っている。1ラウンドに時間制限はなく、どちらかが動かなくなった時、競技者のどちらかか審判が中止を宣言した時、競技者のどちらかの手、膝、体が 地面に触れたときのいずれかの場合に決着する。ありがとうございます。